り技法を用いた、東藩が子彩りとは中国、新代高記念館に始められた、陶磁器上絵彩色技法の一つ。別名で、放浪、彩り、要塞とも呼ばれる。ヨーロッパの尻宝の技術を陶磁器に応用したもの。放浪室のおしろいに顔料を重ねて描いていくもので、それまでの五彩の技法では困難だったグラデーションや、絵画的な表現が可能になった。 用絵の具を用いたので用あや、または、南あやとも呼ばれる。この技法を用いたものの中に小月菌と呼ばれるものがあり、これは、宮廷画家などが絵付けをしたものと言われる。粉色取り技法は、西洋の伝統的上絵付け技法と、東洋の伝統的上絵付け技法とが、混ざった上絵付け技法である。水解した上絵の具を低下度調整した状態。 油回した上絵の具を低下度調整した状態性長期、キリスト教の宣教師たちにより、西洋の技術が中国に入るわけだが、同時に陶芸技法の一部として、西洋式の友情彩色技術が中国に入る。技法の詳細を書くと、東洋式友情彩色技法というのは、水替と言われるもので、日課は、ふのりを少量溶かした液に、彩り量を混ぜて使う。 西洋式友情彩色技法というのは、油替えと言われるもので、乾性油、不完性油を適量混合した液に彩り量を混ぜて使う。粉彩り技法というものは、水貝、え、貝えを併用しながら、彩色していく得意な技法だ。この技法の特殊な面は、一つの器物に水溶性の絵の具と油性の絵の具を併用しながら、彩色作業を進める点にある。併用といっても、 水と油は混ざらないので、同時に二種の絵の具は使えない、よって、調整を織り込みながら、作業を進めることになる。例えば、水溶性の絵の具で彩色して一度調整する。次に、油性の絵の具で彩色して、さらに調整する。あるいは、これを幾度も繰り返す。精緻に仕上げようと思えば思うほど、幾度も調整を繰り返す、必要性が出てくる。 この彩り技法というのは、描画の技巧も、さることながら、詳細技術、製造作業工程が複雑な技法であると言える。なお、日本の江戸期においては、鎖国、キリスト教の弾圧により、この技法が西洋から伝播することはなかった。現存する江戸期の陶芸品を見回しても、この技法が使われた痕跡はない。ありがとうございます。